近本教授です。今回は日産の EV 新型リーフに乗っております。これから箱根新道を登って下りたいと思います。今回はですね、こちら電力消費計を主に映しながら走りたいと思います。こちらですね、今はライトスモールがついてるんですけれども、はい、つけるとこんな感じで電装品のところがですね変わります。はい、でエアコンは今回は使いません。で左側が走ると、触れるとモーターですねの消費電力というふうになります。はい、ではこれから走りたいと思います。はい、上り切りまして、このようになりました。バッテリー残量 51%、 最初 67% でしたかね。なので 16% 減って、構造距離このようになりました。はい、ではこれから下りたいと思います。下りはですね、エコモードで B レンジで走りたいと思います。はい、では発車します。はい、で今回はですね、走りつつこの前、上げた動画ですね、IDCD 乗りとして、今度 IDCD 乗りとしてですね、e パワーについて語るという動画を上げたんですけれども、そちらの動画ですね、結構多くの方がコメントをしてくださって、で、まあ、その中にはねすごい有益な情報というか、私が知らなかった情報もですね結構ありまして、本当にありがたいなというふうに思うんですけれども、ちょっとその辺も紹介したいなというふうに思ってます。はい、でまあ e パワーのそのワンペダルですね、まあ私前の動画で、まああれ日産の技術ではないだろうっていうふうに言ってたんですけれども、まあちょっとその辺あんまり調べられてなくて、とかまあいろいろ調べてもねちょっとなかなか出てこなくてですね、でまあコメントこの前いただいて、まあ BMW がですね i3 っていう EV 電気自動車で採用したのが、まあ量産車として初めてだと、シャン車としては初めて採用されたということが、まあ、分かりました。はい、情報提供いただきまして本当にありがとうございます。で、まあ、もっと言ってね、その前に BMW がミニの E っていう車でですね、採用して、それは試験車だったみたいなんですけれども、実際に市販される車としては i3 が最初ということですね。で、まあそのワンペダルの何がすごいかっていうと、停止までブレーキ全部全電気ブレーキですね、モーターでやるというところがすごいわけですね。はい、でそのワンペダルなんですけれども、この今乗ってるですねこの新型リーフ、これは、まあ、回生協調ブレーキになってるんですね。だから e パワーとこのリーフの e ペダルっていうのは、まあ、似てるようでちょっと違うんですね。でまあ、今回はその辺の話もちょっと含めて話したいと思います。はい、で、そもそもですねこのワンペダルなんですけれども、ちょっとねこの前の動画のコメントを見させていただいて、ちょっと勘違いされてる方もいるのかなっていうところで、基本的なところからちょっと話したいと思うんですけれども、まずこのワンペダルでアクセルをですね完全に離した状況、まあ、e パワーだったり S エコモードでアクセル離した状況っていうのは、まあ非常に強い回生がかかります。で、これっていうのは言ってみれば、まあ、本当にブレーキですね、常用最大のブレーキという感じなので、まあ、実際こう運転しててアクセルを完全に離すっていうことは、まあ、停止の直前、停止中以外はあんまりないかなっていう感じですね。なんでアクセルオフですごい回生が強すぎるっていうのは、まあ、それは当然だろうっていうような感じなので、その回生力をですね無段階で調整できるっていうのが、いいところなわけですね。アクセルをこうちょっとずつ離していって、今もね下り勾配強くなってアクセルちょっと離していくと回生がどんどん強くなっていくという感じで、この辺が無段階でね調整できるのがいいところなわけです。はい、でまあこれはね e パワーでもこのリーフでも、ね、変わんないんですけれども、まあ、実際のこの制動力は何によって生み出しているかっていうところが、e パワーの S エコモードとこの車の e ペダルっていうのは違ってます。で、その辺ですね、まあ、日産はその
e パワーの S エコモードとこのリーフの e ペダルっていうのはちょっとね分けて言ってるみたいなんですね。まあいろんなあの両方見てもね結構混合してる方も多いし、まあ実際それでもあんま問題ないかなっていうのはあるんですけれども、まあ細かいこと言うと回生強調ブレーキ、まあ摩擦ブレーキとまあブレンドしてるかそうじゃないかっていうところですね。でこの車はブレンドしてると。で例えばそのブレンドしてるのが発揮されるのはどういう時かっていうと、まあ満充電の時ですね。バッテリーが満充電のに近い時、まあ、満充電の時とかっていうのは、まあ、回生ブレーキは十分に効かないと。でそういう状況では、まあ、摩擦ブレーキを使う、もしくはね電気ブレーキ使うんだったら抵抗とかを使って、まあ、熱に変えるっていう必要があるんですけれども、まあ、この車の場合はですね、まあ、摩擦ブレーキを使っているということですね。で e パワーの場合はエンジンを負荷として発電して、バッテリー、まあ、満充電から脱却しようと、まあ、満充電にならないような制御をしているということなんですけれども、ただ、まあ、e パワーですね、特にセレナ e パワーだと下り坂ずっと下って満充電になると、まあ、ワンペダルもちょっと効きにくくなるというか、ちゃんとワンペダルが使えなくなるっていうのがありました。でその辺がねこの車だとないんですね。でただその今回生ブレーキが効いてるのかそれとも摩擦ブレーキでやってるのかっていうのはまあよくわからない。一応このメーターでねパワーインジケーター見てればあの、まあ、バッテリーが満充電に近い状況っていうのはパワーインジケーターがあんまり触れないんでわかるはわかるんですけれども乗り味としては全然変わらないんで、まあその辺がねバッテリー残量によらずに常にねあの乗り味変わらないっていうところ、操作性が変わらないっていうところは非常にねあのよくできてるなというか、まあ、技術的によくやってるなっていうふうに思うわけですね。で今日はこの電力消費計あるんでこれ見ていただいても、ね、分かる、まあ、これがあの満充電の時っていうのはほとんど回生側に触れないっていうことですね、まあ、それからも分かるわけです、はい、で、まあ、それが、機構的な違いです、まあ、あとは停止の直前もねこの車はなんか摩擦ブレーキを使ってるみたいですね。まあそれはあのハイブリッド車と同じような整備してる。で、まあこの車はでも、あの、もう一つ大きい違いというか、まあ e パワーとこの車で違うところが、まあ、この車の場合はそういうふうに、ワンペダルでも回生強調してる。e ペダルのモードにしても回生強調するんですけれども、e ペダルじゃないモードで走っても、ちゃんと回生強調するんですね。だから D レンジ、B レンジで走っても、まあ、B レンジだったら結構回生は初めからも強くきますけれども、D レンジで走って、で、これ、この車はですね、エコモードにすると、アクセル離した時の回生が強くなります。で、エコモードにね、しないとアクセル離しても結構、惰性に近いという回生があまり効かないんですけれども、まあ、特にそのエコモードにしないで走ってた時とかってブレーキ踏んだらちゃんとね、ブレーキに連動して回生が強くなるんで、まあ、その辺回生強調ブレーキっていうのを採用してる。ブレーキペダルともちゃんとね回生が連動するんですね。であのリーフねすごい面白いのがまあ、D レンジ B レンジ普通のモードで走ってるっていうか、まあ、そのモードから E ペダルの、ね、モードに切り替えるとブレーキペダルがちょっと動くんですよね。でその E ペダルモードと通常モードっていうのが変わってるっていうのがそのブレーキランプが動くってことからも分かる、うん、なかなか面白いですね。で、まあ、E パワーだったら、まあ、その S エコモードを使わないと、まあ、電動駆動車のメリット半分生かせない、回生ブレーキは十分に使えないっていうところで、まあ、あの前の動画で言った通りね、基本的に S エコモードを使う前提ですと。 E パワー乗られる方っていうのは S エコモードにまあね、気に入って買われるっていうのがおすすめだっていう話したんですけれども、この車はね、別に E ペダルを使わなくてもワンペダルのモードを使わなくても、まあ、そういう意味でねブレーキペダルとちゃんと回生強調してくれるから、エコに走れるというところ、回生ブレーキちゃんと効かすことができるってところで、まあねこの車はそういう意味でもよくやってるなっていうか、うん、EV としては非常に完成度が高い、まあ、特にパワートレインに関してはね本当に特に文句のつけどころあまりないかなっていう感じですね。はい。であとはですね E パワーと E ペダルの違い、これはバックするときとかですね、バックするときに、まあ、リバース入れたときですね、
今この車だったらリバース入れても E ペダル発動するんですけれども、 E パワードライブの場合はリバースは基本ブレーキを離すとクリープが始まるっていう感じですかね。はい。であとね、 E パワーと E ペダルの違い、まあ、ブレーキランプですね、まあ、これはさっきのその回線強調してるかしてないかっていうところなんですけれども、このリーフはですね、結構 E ペダルのモードにしてたらブレーキランプちゃんと光ります。今はね B レンジなんで、 B レンジだとねブレーキランプほとんど光んない、全くなのかな。ちょっと今アクセル離してみますけど、ブレーキランプはどうなんですか、光ってないっぽいんですね。ある程度の G かかったら光ると思うんですけどね。でただまあ、E ペダルオンにしてると結構ねブレーキちゃんと光ります。でその辺が E パワーの S エコモードと大きく違うんですね。でそれもちょっとコメントいただいて、なるほどっていうか、まあ、私のちょっと理解、知識不足だったんですけれども、まあ、確かにその回線強調してるってところで、まあ、機械ブレーキ、摩擦ブレーキもね若干はかかってるんでしょうね、E ペダルにすると。まあかかってるって言っても多分ブレーキシューが、そのブレーキパッドがディスクブレーキなんで、ブレーキパッドがちょっとこう触れてるか触れてないかぐらいだと思うんですけれども、まあ、鉄道とかですね、ユニットブレーキとか、まあ、透明ブレーキですね、ブレーキシュー、まあ、圧力計が若干こう触れてでも、だからこうさ触ってる感じだけれどもブレーキかかってないっていう感じですね。だからモーターブレーキっていうのは電動車しか効かないんで、この車だったら、まあ、前輪駆動なんで前の車輪しかねブレーキがかかんないっていう風になるんで、まあ、だけど多分ブレーキランプが光るってことは後ろのブレーキ、まあ前もかもしれないですけれども、まあ、摩擦材がちょっと当たってるぐらいのね機械的なブレーキがかかってるっていう風なことでブレーキランプが光ってるのかなっていう風に、まあ、思いますね。それかはまあそうですね、ハイブリッド車と同じ感じで、まあ、実際はでも回線ブレーキだけで減速してても機構的にねその摩擦回線強調ブレーキってところでちゃんとブレーキが光るようになってるのかなっていう感じですね。 E パワーだと本当にねブレーキランプ光んないですね、なかなかね。だそこは結構違います。だこの車だったら本当に安心して運転できるっていうのはあるかもしれないですね。っていうところでね、その違いを言ってきたんですけれども、E パワーとこの E ペダルですね。で、今ですね、B レンジで走ってますよね。これ E ペダル使ってない。で、これもちょっと理由があって、まあ、E ペダルを使うと、まあ、さっきそのブレーキランプ光るってところっても言った通り、まあ、回線ブレーキだけじゃない可能性があるんですね。で特にこう雪国とか走ってる方の、ね、レポートを見てると分かるんですけれども、まあ、スリップとか検知すると、まあ、摩擦ブレーキも、ね、なんか使ってるみたいなんですね。で、まあ、さっき言ったようにその前輪のモーターブレーキだけかけるっていう風な状況は基本なんだけれども、まあ、それだけだと、ね、後ろのブレーキノーブレーキ状態なんで、まあ、それだと不都合があるときはかけるというところで、まあ、その電力回生量か回生率っていうかね、まあ、省エネ効果っていうのは場合によってはね E ペダルで走ってると落ちちゃう場合がある、まあ、B レンジで走っとけば本当にモーターブレーキしか効かさないんで、まあ、その辺はちゃんとねこれ触れただけ回生してるっていうような感じなわけです、ね、でこれバッテリーが満充電の時も言えて、まあ、満充電に近い状況だと B レンジだと本当に素の回生ブレーキがかかると。 E ペダルだったらワンペダルで減速できるんだけど、実際はそのほとんどが摩擦ブレーキがかかってると。じゃあどこまで回生しててどこから摩擦ブレーキなのかっていうのは、まあ、B レンジにすると分かるんですね。 なんで、まあ、その辺ね、まあ、ちょっと鉄道ファン的に言うと圧力計というかね、まあ、油圧計があってくれるとね今摩擦ブレーキかかってるとかっての分かるんで、なんか面白いかなと思うんですけど、まあそうですね。ということで B レンジで走った方が本当にその回生を効かせられるところで、まあ、一応今 B レンジで走ってます、ね。まあ、ただ乾いた路面なんで特にまあ変わんないかなっていうのはありますけどね、はい。でまあこの車本当パワートレインとしては非常に、まあ、EV としてね優秀だっていう話なんですけれども、
まあね、その、まあ、ユーティリティとかはもちろんバッテリーたくさん積んでるってところで、やっぱちょっとその、そこが上がってるっていうところで、まあちょっと、やっぱり他のハイブリッド車とかと比べるとね、まあ若干狭いかなって思うところはあるんですけどね。まあそれは、まあ、今後に期待っていうところで、まあ、エネルギー密度はどんどん高くなっていくでしょうからね。で、まあそれ以外のね、まあ、技術的な部分じゃないところでの、まあ、個人的な不満ってほどでもないんですけどね、まあ、メーターはもうちょっとなんか先進的な感じだといいかなっていうのは思いますね。これ車で行こうととか見てると、その岡崎五郎さんとかね、すごいメーターがちょっとって何回もね言ってて、すごい不満言ってたんですけど、まあ、私はそこまでじゃないですけど、まあやっぱハイブリッド車ね乗ってると、そのパワーフローとかいろいろあって、エネルギーモニターとかね、でその辺はまあ EV だったら別にいらないと。走行してる状況っても基本モーター駆動なんで、まあ、充電したり、要は回生ブレーキかその立行してるかっていうのはパワーインジケーターと、まあ、速度計でいいんですけれども、まあ、さっき言ったその圧力計っていうか油圧計ですねっていうのは、まあ、あってもいいのかなって、まあ、これだけ情報量がね少なくて済むっていうか、まあ、速度計とパワーインジケーターだけで、まあ、いいんだけど、まあハイブリッド車とかと比べると、なんかちょっとメーターのね、なんか素っ気ないっていうか、あんまり情報が少なすぎるかなっていうところで、まあ油圧計あったらいいなって思いますね。でこの左側のね電力消費計、これはすごくいいなと思うんですけれども、まあこれちょっと見ながら運転してると危ないかなっていうのもあるので、まあその辺、あんまり見すぎると良くないかなっていうのもあるんで、まあ、メーターで、そうですね、まあ油圧計があってくれるといいなっていうふうに個人的にはね、ちょっとこれ鉄道ファン的な思考ですけれども思いますね。はい。でまあその e パワーだったらやっぱ S エコモードで走るのが前提だけれども、この車だったら別にねブレーキ踏んでもちゃんと快適表示するってところで、まあ本当により多くの方にね、そのパワートレインとしてはおすすめできるこの車っていうのはあるんですけれども、まあ EV なんでやっぱり家庭でね充電できないとやっぱきついかなってところで、まあ、私プラグインハイブリッドだったらね、特にこういう箱根新道とかよく来られる方、まあ起伏の多いコース走るよって方だったら、まあ、プラグインハイブリッドだったら、ね、その位置エネルギー回収できるっていうところで全然ありかなって思うんですけれどね、プリウス PHEV とかね、アウトランダー PHEV とか別に家で充電できなくてもいいかなっていうのはあるんですけれども、まあ特にプリウス PHEV ですね、ただまあ EV となるとやっぱね家庭で充電できないと厳しいかなっていうのはありますけれども、でもこの車は本当になかなかよくできてるなっていうふうに思いますね。はい。で下ってきました。はい、バッテリーこんな感じで増えましたね。もう少し下って最初のポジションと同じポジションになって計測終了したいと思います。まあ、e パワードライブだとね、その機構的なことを複雑じゃなくするっていうことでシンプルにするってところで、まあ、コストのことですね主にね。で、まあ、ワンペダルのモードにしないと回生ちゃんと効かないっていうので、まあそれはしょうがないかなっていうのはね思うんですけれども、まあ、せっかくこの E ペダルのね技術あるので、まあシリーズハイブリッドのモデルに関しても、まあ、E パワーに関してもね回生協調っていうのをやって、まあ、E ペダル化するとねより良いなっていうのは思いますけどね。まあでもちょっとコストの関係でそこまでは厳しいのかなっていうのはまあ思いますよね。なんでその辺はですねちょっといろいろコメント見させていただいて、まあいろんな意見があるなっていうのは思ったんですけれども、まあやっぱりちょっと現実的にはね E パワー、まあ、ワンペダルにしないと回生ちゃんと効かないっていうのはまあしょうがないかなっていうのはありますね。なんでまあ結局 S エコモードあんまり使いたくないって思う方にはおすすめできないっていう感じですよね。はい。もう少し走って
て、終わりますね。まあ、結構ですね、私も知らない情報とかもね、あのコメントで結構いただくこともあるので、本当にありがたいなっていうふうに思いますね。で、ちょっと私の動画って、結構この映像中心というか、まあ、仮にね、私自身が間違ったことを喋ってても、とりあえず、まあ、映像がね、まあ、意味があるものを撮ってるかなっていうと、まあ、資料性の高い動画を作るように心がけてるので、まあ話はね、あんまり 100% 鵜呑みにしないでいただいて、まあ間違ったことっていうのはね、あんまり言ってないかなとは思うんですけれども、ちょっとね、認識が違う。まあもともとね、その E パワーの、まあワンペダルのそのものに関してもね、摩擦強調だと思ってたのが、まあ実際電気ブレーキだけだったっていうところで、まあその辺もね、ちょっと、いろいろ視聴者の皆さんからの情報を得て、私自身、いろいろ考え方が、考え方っていうかそうですね、あの事実を認識させていただいたというか、私が間違ってたなって気づくこともあるので、非常にありがたいと思ってますので、まあ、今後もね、ぜひこれ違いますよとか、これはこういう事情ですとかっていうのをご存知の方はですね、情報をいただけるとありがたいです。はい、ということで下ってきました。まあ、前ですね、同じような試験やって、その時はあの電力消費計使ってなかったんですけれども、まあ、バッテリー残量大体 5% ぐらい増えるという感じですね。はい、ということで今回は日産の新型リーフで箱根新道往復しました。ご視聴ありがとうございました。